株式会社熊本県民テレビは、熊本県全域を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者。略称は、KKT、通称は、熊本をひらがな表記にした熊本県民テレビ。コールサインは、上記 DTV。日本テレビ系列に属しており、九州地方の同系列のフルネット局としては1969年に、 開局した福岡放送に続く2曲目である。1982年4月1日に開局した熊本県内では、熊本放送、テレビ熊本に次ぐ3番目の民間放送局。また、日本テレビ系列局として、開局時にテレビ熊本から NNN 加盟を引き継ぎ、番組も熊本放送とテレビ熊本から、それぞれほぼ同数移行された。 開局当初からフルネット局であったが、当時熊本朝日放送が未開局であったため、ローカル時間帯に一部テレビ朝日系列の番組も入る編成だった。マスコットキャラクターとして、両目が K、口が T の形をしたテレビタムを採用している。現在のキャッチコピーは、心に届け KKT。自社番組として夕方ワイド番組のテレビタが知られる。送信書。 中継局の大半は、後発局の熊本朝日放送と共同で使用している。熊本県民テレビ級社屋1982年4月1日の開局以来、本社は熊本市中央区与安町七番地にあったが、築35年を経て、社屋の老朽化が進んでいたため、2017年夏の開局35周年に合わせ、同年7月24日に本社を、 同区大江二丁目に移転した。新社屋は、鉄筋コンクリート作り地上3階だけで、延べ床面積が5795平方メートル。別館が385平方メートル。走行費は、約60億円。本社移転に先駆け、同年1月より CI を導入し、ロゴタイプを KKT に変更した。なお、着工前に、同社のウェブ 旧社屋は、その後売却。旧ロゴ1978年12月15日に、熊本県への民放第3局のチャンネル割り当てが決定し、1979年3月までに40社の免許申請があった。1979年2月より、1981年3月24日、日本テレビ富士テレビテレビ朝日の3社の会談により、熊本県の 第3局が日本テレビ系列局、鹿児島県の第3局がテレビ朝日系列局とすることと、熊本県の第4局の早期開局に含みを持たせることが決定された。熊本県民テレビの区域外再放送を実施したことがあるケーブルテレビは以下の通り。太字は2011年7月24日、正午以降も区域外再放送が実施されている。 局企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1992年、横浜アリーナでの日本公演を放送。は、元アナウンス部長。女性男性女性熊本県民テレビに、追徴課税法人税申告に誤り、日本経済新聞。ありがとうございます。